ハイブリッドイグアナとは、オスの海イグアナとメスのリクイグアナの交雑によって2000年代後半に新たに生まれた繁殖能力のない雑種のイグアナである。太平洋の南米エクアドル領、ガラパゴス諸島のサウスプラザ島に新たに派生したハイブリッドイグアナは地球温暖化によって起こると見られる気候変動により海水の温度が大きく変化し、 海イグアナが主なる食料とする海藻が減少し、新たな食料を求めて、海イグアナが島の陸に住み着き、その中のオスがメスの陸イグアナと交配して派生したものである。陸イグアナは一匹のオスと複数のメスでコロニーを成しているが、海イグアナのオスが陸イグアナのオスを逃走によって追い出し、その後メスの陸イグアナとの交配によって生まれたものである。繁殖能力がないため、 F1 以外は存在しない。海イグアナは海岸の岩場に住み着き、その獅子には水かきと爪が発達している。主に海中で海藻を食べているが、潮の流れに流されないように、鋭い爪で岩にしがみつき安定した姿勢で海藻を食べることができる能力を持っている。一方、陸イグアナは海岸から離れた島の陸上に住み着き、そこのサボテンを主な食料とするが、 海イグアナと違い鋭い爪を持たないため、サボテンに自ら登って、それを食べることはできず、もっぱら鳥などが食べた時や自然に落ちてくるサボテンを食べている。ハイブリッドイグアナは雑種ではあるものの鋭い爪を備えており、サボテンに登りそれを食べることができ、また海に潜り、海藻も食べることができる。この優れた身体能力によって、 陸上のサボテンと海中の海藻のいずれも食べることができるハイブリッドイグアナは今後も継続する地球温暖化によると考えられている気候変動によって彼らの食料の不作や不足が起こったとしても生き延びられる雑種と主張する向きもあるが繁殖能力はないため海イグアナ陸イグアナ領主が存在しない限り生まれ得ない一般に動物は 気候変動などによる生息地の環境の変化に対応して生息地を住み変えるまたは移動して新たな生息地を求めるがガラパゴス諸島のような閉じた環境では新たな移動といわれる別の生息地はなく海イグアナが海岸から陸地に侵入して住み着くのができる範囲の限られた生息地の移動であるこのハイブリッドイグアナはチャールズ・ダーウィンが 進化論の確立のもととなったガラパゴス諸島で21世紀、諸島の現代において起こった新たな進化として一部の人間にはセンセーショナルに捉えられているが、ただの雑種を進化と呼べるかどうかは疑問である。考察によって、ロバと馬の雑種のラバや、ライオンと虎の雑種のライガーが生まれたからといって、これを進化とは呼ばない。テレビ朝日開局50周年記念特別番組、 2008年1月4日放送地球危機2008及び同局2007年5月6日放送素敵な宇宙船地球号ありがとうございます